はい、今日はですね、まあ、たまたまなんですけど、知り合いのね、大工さんの工場がね、火事が、工場火災ですよね、が行っちゃって、まあ、大変なことになっているということでね、まあ、来たんですけど、まあ、原因はね、どうやら、まだ今のところはね、はっきりしてないんですけど、まあ、バッテリーじゃないか、いわゆる互換性バッテリーが原因じゃないかっていうふうにね、まあ、本人の方は言ってますけど、まあね、まだ実況見分ですかね、まだらしいんで、よくわからないんですけど、ね、結構な被害になってますね。丸焼けやないで。ああ、帯の子がパーや。うわあ。ああ、調子上げが。調子上げ。ああ、調子上げもパーやん、こんなん。うわあ。これはこれは、ああ溶けてるんか、溶けてるな、ああ溶けちゃってるな、もうね、これもあかんのか、ああほんまや、パーやな、ああホトトリが、うわ。あら、機械類がもう溶けちゃってるな。これか、これがやっぱ原因はこれっぽい。じゃあこれっぽい。うわ。マキタの草刈り機が、うわ、40ボルトが、うわ、えぐいな、溶けてるやん、うわ、これは、もうホイッスもパーだな。まあ、ここで止まってるだけまだマシっちゃマシかな。うわ、溶けてるやん、そこ。溶けちゃってるやん。全部溶けてるんか、あれ、熱で。うわ、これは。すごいな。大変なことになってんな。ルーダーか、原型が、うわ、ああもうこの調子上げもダメだな。うわー、溶けちゃってるやん。
いやこんなことなの。めちゃくせえな。はい、ということでね、実際にね、火災のね、起きた工場に行ってきました。まあ、未明の火災、まあ、朝の4時ぐらいにね、まあ、家主さんが気がついて、まあ、火事になってたってことです。だったそうですけど、まあ、夜中にね、パチ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 、音が鳴ってて、気がつくと、工場が燃えてるっていう状態だったそうですけど、まあ、前日の、夕方3時ですけどね、夕方ですけどね、夕方かな、まあ、前日の3時にね、工場を使って、それ以来工場を使ってないんだよってことですね。で、まあ、タバコを吸う方ですから、タバコを吸ってたっていうのもあるんだろうけど、でもそこから先にタバコをね、の火が出たとか、なんか出るとかってありえないよねって話だよね。タバコ消すし、それにね。なので、まあ、それで工場火災するとは思えないって話で、まあ、現場検証の結果、やはり、充電器とバッテリーのところがよく燃えているということで、まあ、互換性バッテリーが、まあ、原因ではないかっていうふうになったわけですね。で、まあ、互換性バッテリーね、まあ、発火するっていうのはね、ちょくちょく聞くと思います。で、まあ、僕も今回初めて自分のね、身近な人、ね、知り合いの大工さんとか、交番の中でね、発火事件があって火災になったわけなんですけど、充電器に差しっぱなしにして深夜に火災になるっていうパターン、これあるんですね、結構。で、まあ、あんまり公ではね、バンバンテレビとかでやってたりしないんで、ネットニュースとかネットで検索すると出てくると思います。なので、まあ、純正バッテリーだったらね、まあ、そういうことはないんでしょうけど、まあ、純正バッテリー僕ずっと使ってて、ずっと差しっぱなしの時もあるけど、それで発火したってないんですよ、実際には。1回も20年以上使ってますけど。なので、まあ、その感じで互換性バッテリーを充電器に差して差しっぱなしにするっていうことをやってると燃えちゃうって話なんですね。まあ、新築現場が燃えたとかね、ちょいちょい聞くたりしますけど、まあ、実際に自分の周りで、見に行く範囲で起きたっていうのは初めてです。まあ、結構ショッキングですよね。まあ、被害で言ったら結構な、ね、何百万とかもう1000万2000万ぐらいいくんじゃないかっていうぐらいになっちゃいますよね。工作機械とかあれをね、もう買い替えるというか、まあ、買い替えるとかなってきたら大変ですし、ね、もう天井のホイスト、ね、天井クレーンとかも結構被害出てるんで、かなりの金額になると思うんですね。だから多分復旧までするのかしないのかが分かんないし、まあ、僕もね、まあ、片付け、まあ、ボランティア手伝いに行きますよとは言ってますけど、まあ、非常に被害の金額で言ったら大きいです。はい。まあ、そうですね、気づけてよかったなっていうのがあると思う。で、実際の被害の範囲で言ったら、まあ、工場自体で結構大きいんで、3分の1とか4分の1ぐらいの、消失した、範囲なんだけど、まあ、燃えたところで言ったら、まあ、カンナとかのみとか、ね、電動工具とか、ね、大きい機械とかが燃えちゃってますから、結構な金額になるんですけどね。はい。まあ、全体に燃え移らなくて、まだまだそこで止まったんでは良かったのかなっていうのが印象です。はい。でもね、やっぱ燃えたものは燃えたもので帰ってきませんし、後々考えたらすごく大変ですしね、非常に大変だと思います。まあ、互換性バッテリーね、安いんですよ。安くってね、つい手を出してしまう人いるんでしょうけど、これによって被害が出た時の、損失金額は半端じゃないところですね。何千倍で、その何万倍でしょうかね、になっちゃうんで、本当に、まあ、まあ本当にね、扱いには気をつけた方がいいです。長時間充電させるとか、ね、充電終わったら速やかに抜くとか、ってことはきっちりね、心がけましょう。ちょっと気が緩んできたときに、ね、こういった被害が出る可能性があるんで、非常にね、危険ですからね。はい。まあ、安かったらいいっていうわけじゃないってことですね。新築現場でこんなことが起きたらね、大変ですよ。これ、あなた責任取れますかってなりますよね。僕も絶対にね、自分の現場では互換性バッテリー絶対使いません。僕持ってませんしね、大体そういう安いバッテリーはね。
基本的に純正だけです、はい、なのでやっぱりこういったことが起こるってことですからね、実際に僕見てきて本当にやばいと思いましたからね、互換性バッテリー差しっぱなしするんじゃねえみたいなね、持ってくんじゃないって話なんですね、人の現場に持ってきてそれで発火したらお前全部責任取れるのかっていうことですからね、絶対取れないと思うんですよ、なんだかんだ言ったってね、そんな安いバッテリー買う人間がさ、家一軒丸横で焼けてさ、ね、どんだけ責任取れるのって話なんですね、責任なんか多分取れないと思います、ね、取れないくせに、安いから使ってんだとか言うね、で大丈夫だよ俺なんか大丈夫だよって、あれは運が悪かったんだっていうやつが多分出てくると思うんだけど、それじゃ済まされないんだってことなんですね、はい、まあということで今回ね、まあバッテリーが原因で、互換性バッテリーが原因で、まあ、火災が起きたっていうね、非常にねショッキングで、もう損失も大きいということなんで、まあ注意も兼ねてね、まあ動画にさせていただきました、ということで今日はここまでです。じゃあ